はい、皆さんこんにちは。肌の再生鏡の北条元春です。今日はですね、私が今まで、この美容法やばいよっていろいろ言ってきたんですけども、その中でワースト3というものを発表してみたいと思います。どういうような視点でワースト3を選んだのかというとですね、私医者ですので、やっぱりその健康被害が起こる度合いが高いものというものはですね、やっぱりワースト3に入るのかなというふうに思います。しかも、皆さんが誤解している、これやったら美肌になれる、それからこれをやったら肌の健康に寄与するみたいな風に勘違いしているもので、かつ健康被害が起こる可能性が高いものを3つ選んでみました。最後までご視聴の方をよろしくお願いします。まず第3位なんですけれども、スクラブ、つぶつぶが入っているスクラブもそうですし、鼻の上の角栓取りベリみたいな、その角質を薄く剥ぎ取ってしまうみたいなものというものは、全て全般やばい美容法なのかなというふうに思います。ブラックヘッドと呼ばれるようなやつですかね、鼻の角栓を取るみたいなものを繰り返していくと、かえって毛穴が広がってしまうとか、色素沈着が出るとか、悪いこと、これをあの健康被害というかどうかは別なんですけれども、角質をベリッと剥がす、それからスクラブで角質を取るみたいなものというものは、皮膚の本来のバリア機能である角質層を除去するっていうことは、ダイレクトに健康被害には結びつく、ただ若い人であればですね、そこまで健康被害を起こらずに、代償される、それを 何らかの形で生命体が、なかったことにするみたいな生命反応があるので、若い人には、そんなに大きな健康被害を起こさないんでしょうけれども、やっぱりその50代60代70代みたいな高齢の人がですね、スクラブとかベリッと角質を剥がす系みたいなことをやると一発で健康被害が起こるので、これはやめといた方がいい、やばい美容法ということにはなります。ただなぜ3位かというとですね、ある一定以上の角質を薄くすることによって透明感とかですね、弱々しい肌みたいなものが起こって、それがいいみたいな人がいますので、3位ということになってます。次はですね、第2位ですね。これは、スクラブベリッと剥がす系全般よりも、もっと、健康被害を起こす可能性が高いかなというふうに思いますし、いいことはあるにはあるんでしょうけれども、ロシアンルーレットみたいにやってみないと分かんない、いいかどうか分かんない、でも大多数の人は、悲しい思いをするみたいなものですので2位に入れました。これは海外製のレチノールの個人輸入ということになります。もちろんその海外製のレチノールが全てが悪だということではないです。ただですね、やっぱりその輸入するからには、そのレチノールの濃度がメディカルグレードにまで高められているけれども、化粧品と売られてして認可されているみたいな、日本では絶対認可されないんですけども、医薬品を個人で輸入して個人で使うみたいなこと、海外製のレチノールというと非常にオブラートに包まれているようなレチノール化粧品、海外製のレチノール化粧品というとなんかオブラートに包まれているような感じがするんですけども、やっぱりそういうものではなくて、完全な医薬品を個人輸入して自分の判断で使っちゃうということは、これかなりやばいですので、やめてくださいということになります。もちろんそのメディカルグレードとして使われるレチノールのものをメディカルがコントロールしながらやるのであれば、これはいいです。で、冒頭にも言ったようにですね、たまたま、偶然にも自分の使い方がメディカルの指導を受けていると同じような使い方をするといいということが起こるので、これはワースト2にしようかなと思います。ただワースト2ということに2位ということであったとしても、やばいのはやばいですので、海外製のレチノール化粧品なんてオブラートに包まれたものではなくて、完全に医薬品を買ってきて皮膚を腐食させる、皮膚に薬理作用を与えるものを自分の判断で使うというのは、これもうそれだけでやばいというふうに考えてみてください。これが2位ですね。次ですね、栄えある1位ということになります。ダントツの1位なんですけれども、まず間違いなく健康被害を起こす、それもかなりクリティカルなことを、連用するのであれば起こす、ことになるのでやめてほしいということで、1位はですね、食品での自作化粧品ということになります。これ化粧品ではないですので、あくまでも食べるものですので、認識間違いのないようにしてください。いろんな理由としてやばい美容法っていうのは非常にですね、こう世間一般に
例えばレモンのスライスとかキュウリのスライスとかみたいなもので化粧品食品による化粧品ってなんかいいようなもの、それから食べて大丈夫なものだったら皮膚に塗っても大丈夫だろうみたいな、そんなような都市伝説という誤解があるので1位にして、化粧を鳴らすという意味も含めてですね、自作の化粧品、食品を使ったもの、食べるものというものは皮膚につけちゃダメです。品質のばらつき、例えばレモンだったら酸度とかですね、酸味、酸ですね、酸アルカリの酸なんですけども、酸性の度合いというのは製品によってまちまちですし、調合する人によってもいろいろ変わってきますので、これは、効果はほとんどない、全くないというふうに考えてください。しかも、副作用とか健康被害が起こる可能性だけがある。それからいわゆる化粧品本来の効果、薬理学的な効果なんて絶対ないんですけども、化粧品本来の皮膚の、正常感とかですね、健やかさというような、そういうようなものを保つような効果は全くないにもかかわらず、副作用というかですね、かぶれるとか何かそういうような悪いことが起こる可能性しかないものですので、これを食品での自作化粧品を1位にさせていただきました。コメントで、はい、一番たくさん来る食べ物化粧品質問、はい、ごま油でクレンジング、おすすめされてるのは太白ごま油。おお、ある一定の確率で皮膚科のお世話になるでしょうね。 YouTube でやってた白ごま油でメイク落としと保湿を数日したら、顔がなんとなく赤く焼けたようになり、すぐに中止しました。接触性皮膚炎を起こしてるんでしょうね。それってアレルギーみたいな。そうです、アレルギーです。アレルギー反応ですね。やっぱり不純物が混じってるものっていうのは何らかの反応を起こす可能性がありますよね。ただ皮膚って角質層で守られているので、やっぱり角質層をすり抜けていってしまう、そして、神秘までは到達しない、規定層とかですね、その辺のまだ生命反応があるところに到達するような物質っていうのは接触性皮膚炎を起こしやすいと思います。太白ごま油はスキンケアにとても良いという動画を見ました。試したけど私には油っぽく痒くてダメでした。痒いっていうのはこれも接触性皮膚炎の前兆ですよね。痒い、痛いっていうのはもうやばいっていう証拠ですから、やめてください。よく日本で痛くも痒くもないって言うじゃないですか。なんともないことを。痛いか痒いはダメです、書いてあるんですけどね。痛くも痒くもないような状態で使ってくださいって。ごま油には書いてないです。それは食品ですから。